ラジオネームカバオさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。先日甥っ子が AKB のサイン会でなぎちゃんのサインをもらったから送るわってメールが来て、はい、ワクワクしながら待ってました、はい、届いた CD をドキドキしながら開封し早速サインを見たのですが、そこには文房具屋さんでよく見るペンの試し書きのようなものが書いてありました。中野れんなちゃんに推し編しようかなって思いましたえ、どういうことサイン会、サインを書いたの？書いたんね。AKB のサイン会で、うん、サイン会で CD の中に書くことがあるってこと？なんかサイン会でなんか来た人に抽選、うん、みたいなやつで、はい、1回のその握手会の時になんか何百人かの人が当たる時があって、はい、でそれをなんか喋りながら書くんですよ、はい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 、サインを。もうそしたら多分ごっちゃになって、はいはい、ちょっと汚くなってしまったのかもしれないです。気持ちがこもってないんじゃないかということ。大きめに書くんですか、それは。なるほど。そうですね。大きめ。その歌詞カードに書く。歌詞カードの場所の。でも顔とかみんなの顔とかがあるんで、顔になるべくかぶらないように。そうね。なるほどな。はい。そんな言い方しやんでも。そんなな。中村れいなちゃん推し。中野れいなちゃんね。推しにしよう。そのあれね、あの、はい、応援するのやめようかなっていうのはいいけど、その中野れいなちゃん推しにしようかなっていうのはちょっともう知らんけど。ちょっとなんかそれぐらいサインの、うん、もうそんな私がそんなことぐらいでも嫌いになるならもうじゃあもういいです今日荒めな。なんでそんな怒ってるの今日は。荒めやな。今日はもうズバズバ言うな。ズバズバ行くね。パイレーツオブカリアミーヒンとか、ちょっと待ってくださいよ、うん、みたいな。多分それを狙ってるんでこの人。そんな愛のない、うん、そんなやったらもういいですじゃあ。キリしてるな。そうなんですか。やめますとか、はい、やめますで、まあ、中途、はい、ちょうど真ん中ぐらいかなと思いますけどね、うんうん、なんかあんなヘロヘロのサインはもういりません、もうファンやめますぐらいじゃあ反省もするけどな。中野れいなちゃんにお支援しようかなと思ってますっていうことね、はい、もうええねんな。あ、ほんまにいいんか。そんなもうそんなねまあ、まあ、いやらしい頑張って頑張って頑張るから。私も頑張ります。じゃあ次来た時ね、そうやな、サインし直しとかしたらいいんじゃないですか。だからね、そうですね、これですよって見て、うん、で自分でも、うん、あこれあかんなってなったらサインし直し、うん、マジックとかでしてるのちゃんと。マジックでしてます。マジックでしてって、そんななんか細いな、鉛筆とかでやってたらシャーペンとかやったら、まあまあそうなん、でももう一日何百人の方来てもなんか頭も手もヒョロヒョロになって、ヒョロヒョロなるな、目回るもんな。だからぐるぐるなんか今何書いてんねやろってたまになんか思ってしまうぐらいの時もあって、ね、うん、まあでもそれ綺麗には書けてなかったかもしれないです、正直すいません。そうやな、はい、そうやね、謝って。そうですね、まあ、まあこのままなぎちゃんのファンするかもう中野れいなちゃんに変えるのかもう、そうですね、あなた次第でございます。これから私の頑張りを見てください、はい、よろしくお願いします。次、はいはい、東京都ラジオネームグッキーさんからいただきました。ありがとうございます。NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の皆さんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。西森さんに質問とお願いです。はいはい。無事おしめは取れましたか？はい。この暑い時期におしめを履いて過ごすのはすごく大変だ。